どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。いやー、見た目が変わっている。気のせいなのか気のせいじゃないのか、変わってるんですねこれ。ステータスを振り直して納期になりました。斧と刀を使っていきたいと思います。あと大筒かな。で、今回からスープロアドバイザーさんがね、来ていただけるとのことなので、呼んでみましょうか。はい、私フトジャ君の新しい守護霊カッパのおついちでございます。そう、来たか。守護霊来たか。いやー、カッパのおついちですか。はい、どんな技が使えるのか、こうつくも武器になるのか、すごい気になるところですけど。もう使ったら大変ですよ。使ったら大変なの。うわーってなって、そのまま消えてきます。使えねえじゃねえか、フトジャ君が。全てのアムリタを取ってこう消えていくっていう、ね、最低だな。よし、まあ、ちょおーっと大丈夫ですか。あー、大丈夫ですよ。斧ですね。斧です。斧は一発がでかいの。お、一発がでかいです。で、敵によっては弱点の位置があるみたいですな。そうですね、鬼は大体あの角の部分が弱点なので、そこをタワー攻撃して破壊するとダウン取れると。で、ダウン攻撃ができるね。素晴らしい。バックスタブ取ってますね。バックスタブ忍者、結構ね、優しく斧の刃の部分で撫でるんですよ、これこんな感じで、ね、意外とあれですね、普通に。なんか刀とかこう思いっきり背中からズバッて刺してこう蹴ってこうバンってやるんですけど、ね、斧だとこの感じなのね。撫でるように切るんですね。一番切りやすくこうはいって感じで優しく撫でるんです。切れますけど。で、まあ、この先のボスが倒せてないんですよ。はい、ヌエですね。はい、頑張って倒したいと思います。いきます。はい、まあ、雷が来ますからね。避けつつね。そうだね、出てこないから。そこから出てこないでしょ。さあ、来いや。さあ、来た。俺思ったのは、はい、雷上から降ってくるんですけど、はい、そこ降ってくるんじゃないですか。ここ上に屋根があってね、はい、ほら、あ、ほんとだ。そんな方法があったのか。でもそれ前方攻撃はどうすんだ。前方攻撃は避けるそう、逃げてまた。あー、屋根とは考えますな。考えますね。周りのものちょっと破壊してもらって、はい、さあ、来る。1、2、3、これ、4回 ?4 ですね。4ですね。で、尻尾振り、まあ後ろから攻撃しつつ尻尾を避けてくるのがいいのかな。危ない。尻尾も攻撃してくるもんね。してくる、してくる。さあ、だいぶもうあっちの気力がないから、ないですね。畳みかけたいところ。そうですね。はいはいはい、ちゃんと避けて、ちゃんと避けて。はい、ゴロゴロからビリビリ、オッケー。一発ずつ、まあ、斧はでかいからね、威力が。そうね、ただまあ、動きも遅いから。あ、怖い怖い怖い。はい、さ、はい、危ない。はい、危ない。よしよし、まあまあまあ、ゆっくり行こうか。そうね、お上手お上手。あ、はい、あ、いいですね。いいですよ、これ。あ、来ましたよ。はい、ビリビリ。あ、もうもうもう、この下入っちゃいます。あ、なるほどね。そうするとあれだ、床屋も出てこないってことだ。素晴らしいでしょう。素晴らしい。あ、そうか、落ちた落下地点が床用になっちゃうんで、ちょっと今の危なかったね。もうそうですね。あ、ドッグキウイ、そろそろ尻尾が蛇になってます。あ、あ、でも大丈夫大丈夫。はい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 、大丈夫。あ、動き遅くなっちゃいますからね、これで。そうですね、ビリビリ買っちゃうね。で、斧持ちだから結構それ結構遅い。あ、ビリ致命的な感じなので。でも運よくこうレーザーが走る。あ、オッケー。よし、さあ、し、一発殴って、はい、1、2、3、ゴロゴロでビリ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 。あ、いいですよ。いや、いいですよ。あー、トコヨのせいで気力が回復しない。ゴロ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 ビリビリビリ。で、避ける。オーマイ。よっ、 あ、やばい。あ、でもスタミナが切れております。おー、毒キリ当たらない。尻尾のヘビが毒を吐く。ほっ、あっ、あっと、あっ、まあまあまあ、まだ焦る時ではない。さあ、来た。1、2、3、4、ここ。で、尻尾当たる、回復して。さあ、あと3つ。何する気。おっ、ゴロンして弱点。はい、いいですね。よっ、よし、1、2。すごいね。あー、トコヨを消しときたいところ。あ、来た。1、2、3、
C、ね、斬新出して常世を消せばね。そうなんですけどね、まあ、大野さんね、スタミナ消費量が激しいですから。そうですな、気力がすーぐなんかやつ、チャンス。あすごい顔してるな。はい、転がるで、そこがビリビリビリ、おらなんだ。あ、はい、1、2、3、はい、あ、いいよ、まとめて消した、まとめて消している。で、上段の構えで威力が上がっているんでね。あ、そっちの方がいいかもしれないですね、斧はね。そう、はい、1、2、さあ、でも、この後がチャンス。1、はい、大丈夫、痛くない大丈夫、重鎧だから痛くない、防御力が高いからね。そうだね、軽鎧だと早いけど防御力ない、重鎧はちょっと遅いけど防御力はかなり高いので。1、2、3、4、おっと、そこは当たる。で、鎧もね、発揮するにはステータス振りでその数値に行ってないと発揮できないですから ね、効果がね、特殊な効果が。そういう意味では重鎧と斧は相性がいい、どっちも重いから。うん、どっちも同じステータス使いますからな。あー、結構後の、ま、残りますね。さあ、ここ安心よ、回復します。オッケー、あー、さあ、使えるもんは、使えるものは何でも使いましょう。さあ、おとじゃくん、あれですね、つくもがはまってないんですね。そうなんですよ。ああ、ああ、ゴロゴロ、よし、はい、なあ、おお、あ、もう俺回復ない、ないないよ。それ何、これなんかつけた、それ攻撃力アップするやつかな。そうだな。さあ、使えるものは何でも使ってください。何でも使って、あ、なんか目か、目つぶしあるじゃないですか、あなた。目つぶし、そうだね。1、2、3、4、ほ、目つぶし使いました。はいはいはい、これで相手は見えてないはず。さあ、今のうちに、ただ全体攻撃、あ、いいですね、見えてないですね、見えてないですね。もうちょっと、もうちょっと、あと半分ゲージが、よし、見えてないんだったら、見えてないですよ、はい。で、あ、いいですよ、もうちょっと消えるね、消え、消える、目つぶしが消えるぞ。そこだ、これは追加入ってます、はい、追加入りまして、うん、あ、それが追ってくるんだ、確かにね、ね、あ、やばい、やばーやばい、おつりさん、やばいよ、ちょっと、よくスピードアップ、あ、スピードアップして、あ、そこ、いや、ここでな、ここよ、溜まってれば、もう一発、もう一発、おーやったー、おつりさん倒したよ素晴らしいよし、ヌエをやりましたな、やりました、やった、嬉しい一発でいったじゃないですか、一発でいったね、よかったよ、すごい、いいと思いますよ。私の指揮を打ち払うか、あ、ほんと、指揮ってことは、あれは召喚、指揮神だったんですね、指揮神ってやつだよね、ということは奥にそいつを召喚したいやつがいる。いやー、なんか随分と舐めたやつがいますけど話すいや、話になってないけど、あなたのような異国の方が私の指揮を、陰陽師というやつじゃないですかね、これ。そうですね、陰陽師さんですね、太宰府ですからね、太宰府といえば藤原のですから、陰陽師とゆかりがある、一体の陰陽師にございます。はい、以後お見知りおきを、そのあやかしは先ほどあなた様が打ち倒した私の指揮、何やら怒っているようですが、あなた様自らその怒りを鎮めることもできましょう。身振り、すまんすまん、すまんすまん、何すまんすまん、だから、それを入れ替えモードで入れ替えて、すまんすまんを入れて、すまんすまん、どこだ、その、それ、これか、うん、はいはい、で、そのこの子にすまんすまん、すまんすまん、しゃーねーな、はぁ、あ、なんだね、俺が悪いのかね。まあ、お前に似たようなやつは何人倒したかわからんが、いや、
恐ろしいですな。恐ろしいですな。まあでもよく倒しました。嬉しいです。まあまあ焦らずゆっくりとね。そうですね、防御力高いから。でも回復がなくなったあたりでちょっともうほんとダメって思いましたけどね。このゲーム結構欲張るとね、すぐね、スタミナがね、待って、俺この体力しかないのに行くのはあんまり得策じゃないんじゃないかなんか羽ばたいてるし、ね、俺でも下にないか、おやしろ、おやしろ様。あ、これは本当に大丈夫、本当に大丈夫、どうしようったけど大丈夫、大丈夫言ってくださいね、大丈夫ですよ。まあね、もうだって四季陰陽師様、あ、痛い痛い痛い、これ取ろうとしたら違ってきしょ拝むさあ、よし、能力開花するためのあれは足りないですな。ネットワーク接続しておきましょう。そうですね、そうすると仕方なずかでね、わかるから。ヌエを倒した武器は何が手に入ったんですか。刀か二刀流あたりが手に入ったような気がするんです。ボスの武器だから、ボスの武器とかあるんですか。ボスからドロップした武器だから結構いいのが出てるかなっていう、ここら辺だと思うんですけどね。あ、もう私は斧以外にあんまり興味がないから。刀は、刀は今この子使ってて、この子が一番、じゃあ一番強いんだね。はい、あ、なるほど、大丈夫ですか。大丈夫ですね。防具あたりがね、あ、さらに強いの、いけますな、上いけますな。こういうのは常に防御性能が高いものを装備していった方がいいんですかね。そうですね、基本的にはね、基本的には、はい、まああとはこう自分のプレイスタイルに合わせて装備の重さを、うんうん、そう、さっきも言ったけど、その重い装備だと動きが遅くなったり、現にこれ遅いわけでしょ、これ、うん、回避のね、距離とかも変わってくるから、ね、太宰府の地下によもやこのような場所がある。太宰府の地下こんなになってんだね、猫又大先生がね。結構普通に出てくる、不思議な力で閉ざされている。結界ですか。結界ですな。まずそれを何とかしないと。わかりました。まあ、なあ、まああそこに地下たるすかがあるってことは要はあそこで何か何かあるじゃないですかね。敵が出てくるか、罠が発動するという考え方で間違っていない。そこで誰かが死んでるっていう、後ろに反応があり。え、どこ、いや、いや、気のせいか、気のせいじゃないか。でもふーんって言ってますね。あ、いる、あ、あ、だそういうこと、やられた人がいる。あ、伊豆さん、うわあ、足がいもいる。よし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 。はいはいはい。落ち着いてます。あら、はい。ああ、気力感。よいしょ。伊豆さんは結構上段が好きな。そうですね。攻撃力マックスで戦いたいので。はいはいはい、上段はね、攻撃力が一番高いっていう感じですからね。下段になると逆に振りが速くなるっていう感じですからね。はい、その代わり威力がね、下がってしまうから。あれ、力なんですか、行かないんですか。ああ、いいですよ、いいですか。ぜひちょっとお見せしましょうか。ええ、斧の力を。まあここでやられちゃったんですね、さっきの罠にはまって。そうですね、はい、あ、やる、あ、やる、あ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 回復が早いです。あ、でも、いき、あ、はい、斧はスタミナ削りがすごいですね。そうですよ、そこからもう組打ちで。あれちょっとミスってます。結構なんか電話は私が遅くて。そうですね、だいぶ、あ、おお、投げてきますね。振ってくれれば私から振ろう。おう、あー、倒した。おっ、手に入れてるじゃないですか。ナイキリと、あ、いい防具手に入ってますよ。これ最後無双の鎧ですね。ほう、ほう、強いですな、強いですな。で、その特殊技能って、うん、この西国無双の誉れって今出てるでしょ。はい、出てますね。これセットで同じ装備をどんどん装備していくと、はい、2個だと発動するものが出たりとか、3個で発動するものが出たりとか。これ今でも表示されてないけど、装備したらその下に効果が出てくるのかな。ね、これ装備するのにあなた体がね、9必要なんですけど、あなた足りないですね。だから特殊効果が足りない。そう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 、わかりました。じゃあまあ足りるまではこのままにして、ね、うん、体を9にすることを忘れずに、ね、そうですね。ちょっとメモ、音声さんメモ。あ、僕はメモってるんで。はい、なんかいるね、食ってるのが。そう、地下棚塚を、触って、そうそうそう、シグルイさんを倒すと、シグルイさんの装備を落とすので、シグルイさんの装備かなりいいのがあったりするんでね。あ、なんか入ってたんだ罠か、罠です。はい、そこ、基本
的に斧だと先に出すとリスクが出る。そうね、見てから反応して。おうまい避け方するね。うまい避け方したね。30。でもこれ紫が一番いいんですか。そう、紫がいいので、じゃあこれはちょっと落とすとしても、ね、くさびか、まあ鎖鎌しか、うん、狙っていくとしたら自分よりレベルの高い紫いっぱい持ってる仕方なんですか。わかりました。じゃあ積極的に見て強そうなんで、はい、そうですね。そうすると、装備が揃いやすいという感じですね。まあね、仁王をプレイしてる方たくさんいるとは思うんですけど、はい、ぜひそう我々の中でね、ちょっとスーパーアドバイザーおついさんの元にこうヒントを。そうですね。なんですかあれ。あれ1回ですか。あれムクロム社ですな。一回だけだ。はい。あ、切られたけど、まあ私多分なかなかひるまないんですね。頑丈が上がってるからかな。ひるみが少ないんだね。あ、いいですね。そっから、はい、お疲れ様です。あ、低い。なかなかね。そうね。今持ってる斧でも紫だからいい武器だね。そうだか。調べる。霊石。立ち方なんですか。ああどうだ。まあでもここにあるってことはだよ。ということは。あ、39。あ、でも紫多いね。おお、動くのかお前。そういう動きだったね、確か。完全にね、装備があの、ね、どちらかというと武者というよりはこう邪馬台国の方を。どう痛い。あ、痛いですね、これ結構。上から撃ってるやつをね、どう。そいつね、実はね、結構攻撃力が高いんですね。そうなのね。はい。単調なんだけど当たると痛い。ってことか。はい。この地を脅かすものはメス。メス。ああ、なんか守っていたんですね。そうですね。ここを守ってる。なんか防衛のあれっていう。入った。入った。やるではないか。なかなか危ない。戦い方するでしょ。戦い方しますね。もう大好きですから。大好きな感じが。これ装備いただいていこうか。はい、そうですね。ぜひね。ちょっと相性悪い気がするな。草刈りガマだ。いや、でもいい装備手に入るから。頑張って。下段ですかね。あ、でもスタミナがない。チャンス。オッケー、そっから。落ち着いて。はい。で、起き上がりに重ねる。今のはちょっと スタミナないよ。よし。素晴らしい。ああ。お、でも今持ってる武将の鎧の紫版が手に入ってます。出ましたね。見てみたらいいんじゃないですかね。膝かな。膝か。ほら。あ。上。本当だ。あ、こっちの方がいいね。こっちの方がいいね。いやー、こうやって装備を更新していかないとね。そうですね、常に。結構今適当に進んでるんですけど、はい、大丈夫ですか。まあ道なりにとりあえず行くしかないですけど。何ですかあれ。ファイヤーヘッドが。あれ、鬼火さんですね。鬼火さんですか。鬼火さん、確かにね、はい、まあ体力はそんなにないと思うので。ああ、そういきますか。あ、なるほど。まあまあまあ、戦うまでもない。ただですね、あの鬼火さんね、ええ、倒すとその倒した鬼火の属性が一定時間自分の武器に作るっていう。え、そんな効果あるの、うん、今のだと炎がつくの。そう、炎をまとえるっていうね。そういうこと早く言ってよ。知らなかった。あ、はい、いいね。社まで来れた。社じゃない、ここから社ね。社ね。あげよ、ガム。さあ、さあ、能力開花で9にしたい。9にしたいね。7です。まあでもこれ西国無双装備を、正直、西国武装はかなりおすすめなので。あ、じゃあ9まではちょっと行きたいと思います。そうですね。だいぶもう他は十分上がっているので、うん、序盤の装備としてはかなり西国さんは、西国武装の装備はおすすめですよ。動き、あいつ動くね。あいつ一人だけちょっと、あいつも動くね。あ、そうね、あのよくアニメ、昔のアニメで言う、こいつは動くっていう。こいつは動くやつだね。こいつ崩れるみたいな。あ、こだまちゃんがいる。子供ちゃんは先にこう…あ、お動いた。はいはい、上げて、はいはい、で、避ける、上げて、あ、いいですか。おお、横ですか。上げて、1、
それが強いね。そうなんですよ。いやでも僕はほら逆に斧を使ってないのですごく見てて斬新じゃない、斬新っていうか新鮮ですね。新鮮な。僕は槍と刀なのから。さあ、おつゆさん、お家帰り。バイバイ。またねああ、34ですか。あいつも動くな。もちろんさ、みんなもうやられてますね。そうですな。この後に一発は入るな。で、1、はい、2、はい、1、2、開いた、ああ、先が弱点はどこ、あ、早すぎた。弱点はね、な、後ろからの攻撃の方がいいかな。っていうか、後ろ全体硬いよねっていう。ああ、そうね。そう、横振りもあるの。ほうほうほう。頑張って。滝森さんは、とりあえず一回倒してしまえば。あ、もう出てこない。出てこないの。じゃあ今ここにある、うん、触っても一回矢代を触っても復活はしない。じゃあちょっと弾薬を補給しつつ、はい、まあ、構え中段でも行こうかな。これは、あ、宝箱。宝箱。奥に何かいる。いるね。あ、またでかいやつか。はい。いや、反対側に出たか。あ、地下宝塚がすごいあるな。すごいある。何かいるんだろうね。下がってみんな先物にやられたか。捧げし好み。うん、初めてだな。罠だ。お、よく気づきました。あぶね。踏んだら発動するタイプね。そうですね。あんなもんに引っかかるわけないだろ。最初のシーン出してやりたいわ。あったりするんでね。あ、なんか入ってなんだ。罠か。罠です。うわーっつって、なんだ。いっぱいある。あいつはカッパちゃん。カッパちゃんはね、多分早い方が。ああ、そうね。カッパちゃん、私よ、やめろやめろやめろ、いけねえ。物落としていけ。おつ、一カッパ。まあまあ、いいアイテムが手に入るので、なるべく逃げようとするんだもんね。そうだね。惜しかったな。貴様、カッパの恨みは怖いぞ。危なかった、忘れていたぜ。こっちが気になるな。宝がある、怪しいね。まあ、二人いるってことは動くんだろう。あ、すごい。あ、あ、すごい。おー、すごい。この人はいいですね。で、多分後ろにも囲まれてしまうパターンがあるかもしれない。ああ、まあまあまあ、でも多分先盛り2体をまともに相手してこうやられちゃったパターンじゃないですかね。まあこんな狭いところで相手したくないね。まあね、広いところで相手しましょう。2体か、確かに2体は厄介だな。1、あ、痛い、ちょっと。本当にまともに相手したっていう感じがするけど。あ、痛い。つまりあいつらの攻撃を同時に食らうと死ぬってことですからね。そうだね。まずずつ。どっちかに絞って、とりあえず。オッケーオッケー。あ、じゃあ、あ、だれだれ。やばいやばいやばい。あ、やばい。攻撃を振らせ、いや、意外と、意外とか。あ、なかなか斧はこういうキャラには近いですな。素晴らしい。いやー、もう回復がないんでね。回復ないですね。やっぱりそう考えると戦略ちょっとね、貯めておきたいっていうところはあるよね。貯めたいですな、うん、新しいところをね。今の状態では多分最大で8個ぐらいは持てるので。あー、ちょっと、おー、罠があったね。いるね、鬼火さんが。まあでもつけてみたいですな。そう、どういう、そんなに体力は高くないので。いい反応しますな。炎がつきましたな。つきますな。で、右側のゲージがね、なくなるとってやつですね。この間は炎が。社ないかな。
後ろはないかな。あー怖いな。今なんか見えましたね。完全になんか今見えましたね。ちょっと相手したくないな。まあ、逃げるのも一つの、はい、手です。うーん、さあ、怖いよ。どんどんまだ行ってないところが。森人様、私も共に参ります。おお、なんかでかいのが一番最初。お、これか。それ手をかざすと、でっけえアムリタだな。明るい。それで仕掛けがってことかい。解けるようになったかな。なった。さあ、能力開花して少しずつ私は西国無双への道をそうね、そうね。西国無双自体は多分重装備じゃないでしょ、あれ。中装備かな。中装備か。中装備でも防御力もそこそこだけど、なかなかいいですよ。これで正面開くのか。オッケー。それで開きます。オープンと、あと今まで開かなかったとか全部開くので。素晴らしい。もう真ん中に堂々とあるけど。19、賊により斬殺。賊の影なんかなかったけどね。で、倒し込む。倒してみましょう。はいよ。しょーっ、いいのか、そんなスタミナなくして。おー、やめてくれー。おー、何をするの。おー、うらー、うん、うん、なってくる。おー、うん、負けんぞ。うん、なんて、おー、なに、あいた、うん、うん、うん、うわー、なんか、なってくる。神風呼びし、ひろみとの死法、何人たりとも、犯すべからず。守ってたんだね。そうですね。でも賊にやられちゃったのね。そうね、逆を言えばね、うん、賊はお前じゃねえかって話。よし。で、社行った時に忘れちゃったね。なんか、あ、なんか見たことあるような、その歴史的人物っぽいのがいるような、いないような、ちっちゃい、いやー、これは出てきたでしょ。やっとここまで来たようじゃな。ああ、お主の顔を潰すよ。そういうことですか。ええ、やはりこれは橘の門。これよりは私も共に参ろう。あれ、仲間なんて。私には父より受け継ぎし技とこの雷霧。雷霧出ましたよ。足手まといにはなるまい。橘家に伝わる至宝雷霧です。雷霧ですか。なんか結構俺あんまりいい、その体験版の時にだいぶ雷霧されたようなケース。その雷霧とは違うかな。ゲーム中でもかなり序盤かなり使いやすい剣と刀ですな。そうですか、ええ、これですか。それですね。それつけといた方がいいと思いますよ。はい、で、こだまちゃんをどんどん見つけていかないとそのパーセンテージとかも上がらないので、こだまちゃんを見つけたらどんどん共に手をかざせ。あ、すみません。帰り道を教えてあげましょう。あ、で、こだまちゃん近くいると、あの水のポコポコする音が聞こえてないので、音でも結構ね、分かりやすいです。分かりました、はい、ポコポコですね、はい、ボコボコとかブクブクじゃなくてポコ、水の中にいるような感じの音が。こういうからくりだったとは。分かりました。なんと機械な。はぁ、さあ、影一郎さんとなんかすごいのが待ってそうです。まあ一回行ってみますか。行ってください。大丈夫でしょう。ライキンの力をお願いします。いや、でもカードできてんじゃないのか、あれ。あ、ほら、ちょっと奥様強い。奥様が強い。奥様強い。雷霧の力がすごい。だって属性攻撃で150とかダメージ入ってるよ。さすが雷霧ですな。はい、思いのほうが暗いすぎてしまった。あ、なるほど。まあ、あいつらはもう出ませんからね。ね、ええ、はあ、はあ、すごいね。すごい火力だ。これは心強い。俺が斧でこんなに頑張って、わあ。だって、属性ダメージの方が高いんだもん。おかしい、ええ、お願いします。強いな強いな。その剣を
貸していただけないだろうか。他動くやつでな、いたな。実際の雷撃ちょっとちっちゃいですけどね、本当はね。ですね。もともとその立花家のこのもともと持ってた方が、雷が落ちてきて、うん、まあそれに打たれても死ななかったっていうので、まあ雷撃っていう名前が古いがついて、もともとは確かね、千鳥っていう名前の方だったかな。ああ、まあ千鳥もよく聞きますな。うん、すみませんね、こう、おお、おう、あ、お前か。後ろはね、こういうあの刀のうんちくなんかも垂れながら、まあちゃんと名前があるってことだね。そう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 、結構本当に実在の刀の名前バンバン出てきますからね。日本刀大好きな方とかは非常に、いやー、楽しい。大助かりですよこれ。キリが強いな本当に。急に出てきたな。さあ、うん、まだスッと行きましたけど、まだ話してるでしょうかって。いやいや、でも殿のことは心配で、これが旦那さんでしょ。はい、多分。おお、助けに来た。立花さん、銀千代か、助かった。お待たせしました。おのれ。え、うん、Hey, what the hell are you doing? 貴様、何者じゃ。不仲というが、腐っても目を。何？うわ、お前か。ケリー、化けてたんだね。じゃあ、あいつ日本語喋れんの？そうだ。殿！待って待って待って。銀千代さんが。ああ、こっちに。Well, well, well. I never expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. You will return what you took from me. 返していただきたい。Now! Sorry.This spirit's part of my collection now. Oh! Oh! まさかこんなところでまた戦うことになると。あ、一騎打ち。え？いや、ライキリ先生が。え？いや、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫、ほら。いや、俺確かに覚えてるよ。覚えてる！いや、でもほら、あの偽物だから。偽物だから。偽物だから。もう大丈夫。ただの霧だから。出た。ズバズバズバ。けっ、おー、いいね。ほい、はい、ドン。よし、さあ、後ろ取って。ほい、出た。あ、疲れてる。あ、痛い。さあ、スタミナ管理。6個あるから、6個あるから大丈夫だ。さあ、来た。攻撃力アップですか。アップしましたね。あ、でも切れましたね。さあ、徐々に当てていきたい。まあ、中身ケリーですからね。ああ、ここを倒さずして本物の立花宗茂を倒すことはできませんよ。そうですね、はい、さあ来い、来た。さあ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 、んーちょーんちょーん、はい、こーらー、ドゥンで、ここからドゥンドゥン、ドゥン、おい、あぶねどうやって言ってんだ。俺は覚えてる、こいつとの戦いはね。なるほどね、本物と戦ったんだぞ。なるほどね。しかもすごいレベル低い状態。さあ来た来た、ほっ、本物からね、直伝のこう攻略法を。そう、学んでいるからな、すでに。うまいな。俺を誰だと思ったな、ほら。素晴らしい。背中取って、さあ半分取って、よし、そうね、防御して、雷もなければね、そうだね、守護霊もないですから、もう人たち浴びたら死ぬゲームだったからな。あと柱をね、まず、あー、いいですよ。よし、そんな刀で私の斧を切れると思うなよ。
武者震いか。さあ来い。けチャンス。この遅さよ。そこだ。入った。はい、ブリッジ。はい、素晴らしい。ドン。いけ。ドン、ドン。あ、いいよ。スタミナない。よいしょ。あ、ケリービビってるよあれ。うん。あ、素晴らしい。いけんじゃない？これ。つ。あと一発。焦るな。ほっ、とあ、いいよ。うん。お、素晴らしい。よし。ドストレートじゃん。いや、まさかここで達成達成。あーそう、まさかのまさかのあっさり。なんか大丈夫ですか。お金入ってるな。大丈夫ですか。大丈夫それはそれないですね。ないですね。はい、大丈夫です。あれあんまり強く、やっぱり前線で戦うような方ではない。あ、この子は、あ、戻っていった。This spirit guided me to the Amrita Seder。この人たちはね、アムリタ集めしてるわけでしょ。そう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 。日本はすごいあると。いいアムリタ、行政あるぜ、うん、ってジパングやばいって、でイギリスからわざわざ来てんだよね。だね。あの守護霊、お主にとって大事なものらしいな。おっ、お主が使った方がこの雷霧も喜ぼう。おお、ピンク色だった。ワンちゃん。いや、まあ悩まされてきましたから。殿が異国に出兵した後、太后秀吉様がやってきました。はい。太后様を拒み自害したとして、殿は、橘の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る、今はそれだけで嬉しゅうございます。あー、分霊してもらった、ね、あれ、こっちにいるのは霊を分けてもらって分霊してもらうみたいな感じ。え、そんな…いや、でも霊分けてもらった時に相手のこう、本心みたいなのが伝わってくるんですね。伝わってくるんだね。そうだね。分霊によりって書いてありますもんね。はい、はい、雷拳を宿しました。雷拳を宿した、来たぜ。雷系やっぱりかっこいいですもんね。そうですね。で、序盤一番最初につけられる属性攻撃、そうか、属性攻撃ってものは持ってなかったからな、はい、こう忍術かあとは砲術でつける、うん、無理やりつけるとかね、うん、元のデフォルトでついてきますからね。もう常についてる、ついてる。ほう、雷拳、雷霧か。眠る霊石クリアしました。はい、一緒達成。はい、天界じゃ兵法者紹介しましょう。拙者の師、はい、もともとこの立花宗茂さんが西国無双と言われた方ですから、はい、ね、もうこの装備がまさにそういうことでしょ、はい、そうですね。前さっきから手に入ってそうそうそう、この方の装備が手に入ってるんで。はい、あ、で修行場に、修行場にミッションが追加されておりますが、追加されましたね。おお、で多分これクリアするとまた新しいのが取れる。そうですね。大型ミッションだ。はい、まあ、今回ちょっと長くなりましたが、ここまでということで、なんか船が、はい、お、90編終わりですか。終わりですね。まあ、サイドミッションとかクリアしていくと、うん、
また増えてきますけど、あ、ここにあるもの、はい、さらに、まあ、サイドミッションはちょくちょくちょっとレベル上げも含めてね、そうですね、私の方でやっておきますので、はい、はい、わかりました。で、次回は次90編から次で、はい、やっていきますんでね。そうですね、次は中国編かな。ああ、いや、ちょっとワクワクしちゃうんだよね、その新しい場所に行くと、はい、そうだね、もう多分全然ステージ構成とかまた変わってくるみたいなね、うん、まあストーリーの話も流れも変わってきますからね。はい、次回お楽しみに。ほんじゃまたな。またな。